とべ、入りの元キスマイ北山博光、平野氏用と、実は喋ったことない、三宅県は、怖いなから、ジャニーズ事務所を8月末に退社した元、キスマイフト2の北山博光が、滝沢秀明氏率いる、とべ、に所属することが、彼の誕生日である17日に、同社の公式 YouTube チャンネルで発表されました。 退所からたった17日目での新たな一歩に、彼のファンは注目しています。今回の記事では、北山博光の、とべ、への加入について詳しく掘り下げ、彼が仲間たちとどのような関係を築いてきたのかを探ります。北山博光の新たなはじめふ、元、 キスマイフト2の北山博光がジャニーズ事務所を離れ、新たな舞台への挑戦を決意したことは多くのファンにとって驚きでした。しかし、その驚きはさらに大きくなりました。なぜなら、北山博光はわずか退場から17日後に飛べ、への所属を発表したのです。 この決断は、ジャニーズ界随一のスター、滝沢秀明氏率いる、とべ、への加入という、新たな舞台に飛び込むもので、彼のキャリアにとって大きな転機となるでしょう。北山博光と、とべ、の絆、新たなステージへの挑戦に向け、北山博光は公式 YouTube チャンネルを通じて、ファンとのコミュニケーションを図りました。その動画では、 彼は今のスーツ姿で登場し、多くの質問に答える姿が映し出されました。彼の仲間たちとの関係について尋ねられた時、北山博光は率直なコメントを述べました。とべ、メンバーとの交流。北山博光はとべ、の他のメンバーとの関係について詳しく話しました。大統律期との関係について、彼はミュージカルで一緒にやったんですけど、 彼も真面目な子で素晴らしい子、と称賛しました。これは新たな仲間との協力に前向きな姿勢を示しています。また、イムップとして知られる7人組については、バーベキューもしましたし、僕たちがライブやっているバックについていてくれてたんで、交流もあります。今日もメールいただきました、と述べ、信仰を深めていることを明らかにしました。平野仕様との関係。 一方で、北山博光は平野仕様について、実はあまり喋ったことない、と明かしました。これは、ジャニーズ界の中でも異なるグループに所属していた二人が、これからどのように関係を築いていくのかに注目が集まります。しかし、北山博光は確かにその関係に対して興味を持ち、今後の交流を期待していることを示しました。三宅健との緊張。 最後に、北山博光は三宅健について、楽屋挨拶でしか会ったことないんだような、怖いなから、と緊張気味に語りました。しかし、その後に彼は、絶対優しいのわかっているんだけど、人生の先輩なので、まずはご挨拶から始めたいと思っています、と話しました。このコメントからは、 北山博光が新たな環境での人間関係を大切にし、尊敬の念を抱いていることが伺えます。結論。北山博光の飛べへの介入は、彼の新たな一歩として多くの注目を浴びています。彼の仲間たちとの関係についてのコメントからは、彼が協力的で友情を大切にする姿勢が垣間見えます。今後、 彼が、飛べ、との新たな冒険にどのように挑むのか、ファンたちは期待と興奮を胸に抱いています。北山博光の今後の活動に注目し、彼の新たな成功を願っています。